西浪武士は、モンゴル国ボルガン県出身で、シコロ山部屋に所属していた、元大津の力士。本名は、アムガーウヌボルド。身長百八十六センチメートル、体重百四十六キログラム。最高位は、西前頭十四枚目。父親は、武夫の元関けで、横綱、朝昌龍の父親と友人であった。中学生時代までは、モンゴル相撲にも、 本格的な経験はなく、ナーダムが近づいたら、稽古する程度であった。日本の大相撲を中継を見始めた時期は朝昇流が横綱へと駆け上がっていく時期であり、見えるようになった。14歳の時に約1000人が参加したという日本の相撲オーディションに優勝し、相撲留学のために来日する予定であったが、直前にバスケットボールのプレー中に右足を、 亀裂骨折したため話は流れてしまった。その2年後に朝昇流から電話がかかってきたことで来日が決まったという。2005年4月に朝昇流宅に10日間ほど滞在し、高砂部屋の稽古に参加、5月場所前に四頃山部屋に入門することとなり、師匠の四頃山と初対面をした。2005年7月場所で初土俵を踏んでから幕下へ昇進する頃までは、 体重が 100kg にも満たない軽量であり、日本に来た時は2年で関取に上がれると思っていた。という当初の自信とは裏腹に、女二段通過に10場所を要した。だが、本人曰く、死んだ父親そっくりで生前の頃の怖さを思い出す、という印象の師匠や、人格者で知られる、兄弟子、豊か魔将に支えられ、その後の長い取り的生活を乗り切った。 2007年5月場所から体重の増加に合わさるように5場所を連続で勝ち越し、2008年3月場所で幕下昇進を果たした。その後、網膜剥離の手術などにより番付を下げたが、2009年5月場所では3段目、優勝を果たした。2010年7月場所以降は幕下に定着し、2012年11月場所では、 関取目前の幕下5枚目以内の番付まで昇格。場所前には横綱、白鵬のイルムヤギの部屋へで稽古に行き、白鵬の熱心な指導を受けたが、幕下上位の壁に跳ね返されて負け越した。2013年5月場所は東幕下日等の番付におり、豊か魔場所に続く四頃山部屋二人目の関取へという期待が高まってきた。 その5月場所は3番相撲で小王取りの立ち合い変化に敗れてこの時点で黒星が先行するなど苦戦したものの6番相撲で勝ち越しを決め翌7月場所での関取昇進を決めた東重量9枚目での新重量となった7月場所は13日目に勝ち越しを決めて9勝6敗だった自己最高位を東重量7枚目に更新して迎えた翌。 9月場所は4勝11敗、さらに11月場所は東十両12枚目で6勝9敗に終わった。番付運に助けられ幕下陥落は免れたものの、2014年1月場所は重量尻の西十両14枚目と後のない地位に置かれた。この場所では、初日に白星を挙げた直後、2日目から6日目まで後、連敗するなど序盤に乱調の様子を見せていた。 しかし、一転して7日目から13日目まで7連勝として、勝ち越しを果たし8勝7敗で終える。翌、3月場所は10日目まで6勝4敗と白星が先行していたが、それ以降先週落まで5連敗して6勝9敗で終える。5月場所は絶好調であり、14日目を終えて10勝4敗。勝った方が優勝決定戦進出という先週楽を制し、 4敗の4人による重量、優勝決定トーナメントに進出したが、惜しくも1回戦で敗退した。それでも続く7月場所では、自己最高位を、東重量5枚目まで更新。西重量10枚目で迎えた9月場所は9勝6敗の、勝ち越し、翌、11月場所は西重量3枚目まで自己最高位を、更新した。2015年7月場所にて新入幕。 シコロヤマベからの新入幕は、豊か新賞以来二人目となった。新入幕会見では、初土俵から59場所での入幕に、嬉しいです。長かったですね。あとに、三年早く上がりたかったと、初土俵、新十両も決めた、名古屋の地で喜びをかみしめた。モンゴル出身力士として23人目の幕内力士。各界入りの橋渡しをしてくれた元横綱。 朝昇竜にそっくりの顔立ちだがあんまり嬉しくない。自分は自分なのでと苦笑いした。五月場所前にはお前みたいな弱い狼はいないんだよと言われたという。結びの一番で取ってみたい。十番、十一番勝ったら三勝もあると思うとに桁勝利を目標に掲げた。しかし新入幕の七月場所は十四日目から、球筋相撲を二番連続で落として七勝八敗。 翌、9月場所は12日目から3連敗して、負け越しを確定させ、先週楽に勝つも7勝8敗。3場所の重量暮らしを経て2016年5月場所に、再入幕を果たすも、幕内の壁に跳ね返されて5勝10敗の負け越し。西重量11枚目まで番付を下げた同年、11月場所11勝4敗と、自身2度目の2桁白星。 場所後の2016年度冬巡業は全休。2017年9月場所は西十両12枚目と、またもや幕下陥落のピンチとなったが、この場所は9勝6敗と勝ち越してその危機を脱した。同年10月2日の明治神宮霊祭報祝、全日本力士選手権大会第76回、大会十両の部に参加して同部屋の阿炎と対決、勝利して優勝を果たした。 2018年6月10日、2016年12月に婚姻届を提出してから番付が下がったことを理由に延期していた結婚披露宴を行った。師匠の志ころ山をはじめ、各流、白鵬の両横図なら約250人が出席した。社寺ではどれくらいの人が来てくれるかわからなくて心配していたが、こんなにたくさんの方に来ていただき心がいっぱいと感謝。 白鵬は直立不動で静かに聞き入り、大きな拍手を送った。各流は挨拶で、これを機に幕内に定着してほしい。二人で力を合わせて頑張ってくださいと同居の後輩にエール。2018年に入って、以降も十両の十位会での土俵が続いたが、西十両9枚目で迎えた2018年9月場所では、初日の島の海戦で左足を負傷。 翌二日目は出場したものの、力なく敗れ、結局場所三日目の九月十一日に、左足念座により休場した。その後七日目の遠方戦より再出場したものの、本調子にはほど遠く、十二日目のアクア戦で、不戦勝を得た以外に白星を挙げることはできなかった。場所成績は一勝十一敗三級となり、三十二、場所連続で在位した取の座から陥落することに、 なった本人は、なるべく当たっていくようにしているんですけど、番付はどうでもいい。一場所で戻るから大丈夫ですと語っていた。2019年3月場所前の記事では、師匠が断突で稽古やってますからと稽古熱心さを褒めたたえていた。その言葉通り3月場所は、西幕下3枚目の地位で6勝1敗の、 好成績を上げ、場所後に十両に復帰して幕下暮らしから3場所で脱出した。しかし、5月場所では西十両14枚目の地位で7勝8敗と、負け越し、またも幕下に陥落となった。2020年7月場所は、東幕下57枚目として迎える予定だったが、7月13日付で引退した。無菌性髄膜炎を患い、 二週間の入院で体重が2 0ラム落ち、以後は力が出なくなってしまったという。今後はモンゴルに帰国し、不動産関係の仕事に就くことを希望している。基本的に右四つ得意であるが、左前三つを引いて攻める相撲も見せる。一方で立ち合いが甘い、左を取るのが遅いという弱点も存在しており、回しが取れずに引いてしまう相撲も少なくない。 幕下で足踏みしていた頃は、立ち合いで頭から当たることを恐れていたが、それが解消されたことで重量昇進を掴んだとされており、しころ山も重量昇進に際して、回しを取るまでの技術を磨くこと。しっかり当たれば、引くこともないと今後の課題を挙げていた。入門からしばらくは、型が定まらず小手先に頼った雑な相撲が多かった。ものの、幕下上位に、名前が載る頃には、 この経験を活かした形で月押しを副次的な手段として用いるようになった。ありがとうございます。